します。あ、どうも、はじめまして。どうもよろしくお願いします。あの、私、アイテレビの下平と申します。あ、どうも、いろいろとお世話になってます。お世話になります。私、あの、伊予市長の竹地邦則です。はい、よろしくどうぞ。なぜ伊予市長を訪ねたかというと、こちらめちゃくちゃ素敵ですね。素敵ですか。はい、いいでしょう。はい、このカードケースが SDGs に貢献するアイデアから生まれたそうなんです。この商品を手掛けた女性は伊予市のまちづくりとも関わりが深いということで会いに行ってみました。やってきたのはリサイクルショップ水戸海。伊予弁で見てごらんという意味のこちらの店には子ども用品が所狭しと並びます。やっぱ継続持続可能な子育てってなるとお下がりすごい要になると思っています。オーナーの相澤敦樹さんです。1週間に下手すれば100とか来るんで、ちっちゃいものミニカーとかこういう感じになると星の数ほどあります。相澤さんは一昨年までの3年間伊予市中山町にある猿谷地区の地域おこし協力隊を務めていました。私、あの、神奈川から移住してきたので各家族でかなりその子育て手が足りなくて物が足りなくてお金が足りなくて大変だったんですけれど、見ず知らずのご近所の方であるとか子どもの同級生からお下がりを頂戴してすごく助かったので、探してるジャージ120だっけ、130。お下がりに助けられた経験から一昨年この店をオープンさせた相澤さん。お母さんたちがしんどい時期にちょっと笑ってお買い物でできるように衣類10円セールしてみたりとか、自分だったらどうしたら楽になるかなってことを考えて経営を続けるようにしています。4坪の店内に並ぶ子ども服やおもちゃは全て寄付されたもの。こうしたリユースの取り組みは SDGs の12番作る責任、使う責任の目標につながりますね。しかし中にはあまりニーズのない商品もあるといいます。ランドセルって結構動きの鈍い商品で、子供が生まれた時に6年後にランドセルが必要っていうのは皆さん分かっているので、もうせめてランドセルぐらいは新品を買ってあげたいっていう、夜中に考えてる間に、いや、ランドセル余ってるよな、どうしようかな、誰かで何人か声をかけたんですよ。キャンプの道具にならないかとか、本来とは別の使い道はないか。そこで思いついたのが市長も愛用するあのカードケースでした。ビジネスシーンで使うものなら多くの人に届けられるのではないか、そんな思いから同じ伊予市の革職人大松正彦さんに製作を依頼しました。相澤さんはすごい、もう自分が思ったことをすぐこう実行される方なんで、すぐスピーディーに行動される方なんで、少しでも手助けになればいいんじゃないかなと思って、そういう思いもあって参加しました。しかし依頼を受けた当初は戸惑いもありました。ランドセルで果たしてできるのかなというか、一応これ向き型でランドセルの素材はほとんどが合皮、本革に比べると劣化しやすく耐久性が心配でした。しかし頑丈ですね思った以上にやっぱり小学校6年間ずっと使うものなので、すごい頑丈だなっていうのは思いましたね、作ってて。ランドセルならではの丈夫な作りは大松さんの不安を払拭しました。持続可能な考え方が少しでも皆さんに広まっていけたらいいかなと思っています。誰かが使わなくなったものに新たな命を吹き込む、そんな発想から新たな取り組みにも乗り出します。高級柑橘をもじった紅ど真ん中、傷などがあり出荷基準に満たない紅マドンナを近隣の農家から買い取り
新たなブランド名を掲げて販売しようというのです。愛媛の素晴らしさとかみかんの美味しさってやっぱ全然知れ渡ってないから、 PR の力ってすごく地域を変える。ターゲットは首都圏の若い世代。インパクトのあるブランド名で新たな販路の開拓を目指します。やっぱり自分一人で喜ぶよりもみんなで喜んだ方が楽しいんで、時代がすごい速度で変わってる実感と、喜びが今まで の、 あのいい給料を稼いだりとかいい会社に入るだけじゃないっていうのがものすごい感じています。お下がりのように人と人とが助け合える街づくりを、子育ての経験から生まれるアイデアが地域を照らします。はい、ありがとうございます。お気をつけて。